今日は2021年3月29日アラン医療センターの帰りの車載です。途中軽車両同士の事故現場を通過します。おまけでマクドナルド阿南店も通ります。スタートはアラン医療センター駐車場からです。富岡商店街を使って JR アラン駅西口前を通過、そして事故現場へ遭遇します。その後はマクドナルド阿南店へ寄って国道55号いつもの美濃林町付近でゴールとします。新しくリニューアルした阿南医療センター、実は初めて来たんやけど綺麗やったし分かりやすくはなってたかな。ただ駐車場がいろいろ広げすぎて分かりづらいわ。どうせ建てるならもっといい場所に建ててほしかったわ。個人的には国道55号沿いが良かったかな。できれば会計も自動生産だったら良かったんだけど、ちらほら桜が咲いてるで、夜間車載ちゃうから見えるやろ。見えないけど左側に牛木城公園です。正面に見えるのは JR 阿南駅やね。昔の正面玄関やわ。今は反対が正面玄関です。正面交差点、事故です。ちょうど救急車来た。さっき事故ったばかりかな。これはどういう方向から当たったんやろうか。どちらかが信号無視ったんかな。マクドで注文中、ノーカットや。緊急ハザード、左折で徳島市へ小松島市、右折で南町へ高知県方面や。
左側の山、桜がいっぱい咲いてて写真いっぱい撮ってましたよ。方向的には左後方なんで全然映ってないけど。大体ゴールやね。お疲れや。皆さんも気をつけて運転しましょう。